さらせ、その白骨を。どうも皆さん、惚れの貴公子こと尾形恵でございます。ナーフ告知からで一夜明け、ついに、アップデートの方が実施されました。で、まあ、惚れの貴公子が、まあ、4コスになったって言っても結局そんな変わんないよねっていう意見が実は SNS 上や YouTube コメント上ですごい多いです。なので今回ちょっとそれを研修するっていう意味でもちょっともうガチガチのミッドレンジ、ネクロ、ちょっと組み直して、今回ランクマ潜っていきます。はい。とね、貴公子これ3枚がっつりいてます。4コスになろうが。で、なんか、マナカーブも全然ね、見た感じで、緩いからなんだよね、むしろ。3コスちょっと出っ張ってたのが、ちょうどなんか4コスでこんな感じになって、なんか、むしろ緩いからになっちゃってるから、本当にこれな、弱体化されてんのかなっていうのを、まあ、ランクを打ってね、実際にやってみようかなと思います。楽しめそうだ。はい。マッチングしましたよ。ヴァンパイアか。まあ、今、環境、変更後のね、環境なんで、ナーフ後の環境なんで、まあ、いろんなね、クラスを使われる方が多いのかなっていうイメージありますけども、やっぱそんな中でもね、王者ネクロマンサー、しっかり勝っていけてこそ、まあ、王者だと思うんで、まあ、今のヴァンパイアだったら大体ミッドレンジなのかな、俺が前回使った感じの。1コスのプレイングなし、オッケー。あらら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 ら、これもう完全にマナカーブできてますわ。まあ、例えば3コスじゃないことによって、4ターン目に、例えば、1コスと骨の貴公子みたいなムーブもできないし、5ターン目に2コスと骨の貴公子みたいなムービングが、まあ、できないっていうのももちろんあるから、まあ、ほんとその辺の小回りが効かなくなる。っていう意味で、まあ、その、コストが上がったことの、ね、ちょっとデメリットが、出てくるのかなっていう。グリームにいるマジうぜえな。ここでね、貴公子出せればほんとよかった。うぅ。リーパー引いちまったよ。まあ、ここ、ボンキレマ、キマイラ出して、収容すかね。まあ、多分、2、3。2、3で2、2取るか、1、1取って中身開けて、なんか、なんだっけ、獰猛な捕食だっけ、違うわ。ブレナス飢餓か。まあ、いろんな戦法は考えられますけど、次、例えば2コスもう1枚引いてきたら、シャドウリーパーと2コスっていうムーブの方が多分強いかな、この盤面だったら。バンプ側も、これまあ、なんだろうね、血の取引使ってきたってことは、ただグリームリル入ってから、もしかしたらなんかバフォメットでサーチする感じかもしれないですな。カードスリープもバフォメットやし。あ、これコントロールだ。てかバフォメットか、多分。バフォメットになんかサーチすんだ、これ。オッケー。2コス引くんだったらリーパーできますが、もう死の祝福3枚もいらねえんだよ、この野郎。じゃあ、こうですね。これ1枚バッコリ取ってから、バッコリ取ってから、これどうするのがいいの、これ。バンメット取った方がええんか。次5ターン目バフォメットが来るとちょっと想定しますか。5ターン目バフォメット、5ターン目バフォメット、これあれだな。進化2取るわ、2、3取るわ。ごめん、しかもこれなんだっけ、ムレースギガケアするんだったらこっち進化したわ。すんません、これ地味なプレイングミスですね。ムレナスキガをケアするんであれば、こいつ、進化の方が絶対良かった。あ、剣道の召喚。なるほど。ここは相手のムーブとしては そこまで強くないですね。だったらこれ、シャドウリーパーいっちゃう？シャドウリーパーいっちゃいます？これ。えげつねえことあるぞ、これ。こうでしょ？こうっしょ？で、これどうすんのがうまいのかな。あれすまん、今ね、中身ある方の1-1で殴ってから、中身出してから、そいつ進化で、取ってって感じが良かったかもしれん。マッチングしました。おっと、なんかバンプ多いな。
なあ急にこいつは手のひら返しでパンパイ使い出しちゃったよ、ほんと。退屈させてくれるなよ。ボンキマだけ残し、いやで、ウォルトロスちょっとこれ欲しいんですよね。盤面広げられたらきついから、ちょっとこういう感じで、まあ、ニコスはまあなんとか引けると。まあ、ニコス本当にふんだんに入れてるデッキなんで、もともとこのデッキはゴブプリと、不死の代用2枚ずつ入ってて、ちょっとかなり重めだったんですけど、ちょっとそれ1枚削って、1枚ずつ削って、ちょっともうちょっとその下位打線を強化してます。バンピーちゃんか。まあ、いや、ここバコンの少女で。はい。まあ3ターン目、4ターン目、5ターン目、6ターン目、まあムーブがだいぶ見えてていい。あー、この、これ強えんだわ。このコンビネーション。この兄弟のコンビネーションね。お姉ちゃんと弟のね、このコンビネーション強えんだよな。2,3 取られたらやばい。2,3 を、ムレナスギガとかで取られるのが一番嫌かな。次ワンチャンリリエル進化っていう最弱ムーブあるな。最弱じゃねえ。まず、あ、最弱じゃでもないけど。ニコスカード引けなかったらリリエル進化で盤面どうにか取るってことしかできないかもしれない。うわぁ、えぐい。お、ただこれはターン終了のパターンか。だったらこれ、ボルトロスですかね。その方がええやろ。ボルトロス生きるうちに、使ったった方がええんちゃうか？はい。すいません、これね、少しでも、確率上げるために、こいつで、なんか、グダグダやな。ちょっと待ってね。とりあえず、まあ、ウルトロス進化は確定で。消えろ、ハイトカセ、クレツナ。これな、1-2取った方がええか、やっぱり、さすがに。この、フォレストバットを生かすのってちょっと、めんどくさいけど、ただ、夜の群れケアにもならないから、特に。こうやな。やっぱ1-2の方取ろう。今後、その、ボンキマラとか出てくる可能性があるんでね。まあ、結構ゴリゴリのアグロバンプっぽいけど。まあ次のターン特に何もなければ、まあケルベルスってよりかはリリエルとボンキマイラで墓地いっぱい増やして6ターン目に何度か死の祝福をレグロマンスで使えたらいいなと。お、いいっすね。これはなんとか盤面を。受験の吸血鬼？弱くね、お前それ。これリリエル進化すぐ取れるじゃん。こいつ、指原莉乃にそっくりなんだよな。で、まあ3点か。これ、ギリギリ。おわっ！これ、コンジャの方が強えな。ちょっと待って。まあ、とりあえずこう進化するっしょ。いや、でも、まあでもそうだよな。そうだよな、いいや。どうしようこれ。ちょっとこれ取るでしょ。コンジュラーで盤面行った方がいいか。死のし、オッケー。ちょっと次ちゃんとネクロマンス発動させるためにこれコンジュラーにもうちょっともったいない気がするけど使います。絶対この方がいいと思う。そして骨の貴公子もなんか何食わぬ顔で引いてくる。まあ、6ターン目ね、3コスとセットで出せない。まあ、こうなったら、ま、地味にこの4コスになったっていうのは重くのしかかるのかなっていう気はしますけど。次、インムランサー進化。ダークジェネラルか。ダークジェネラルか。ダークジェネラル上から、で上から食ってくる。まあまあ、これはこれでいい。これはこれでいい。祝福かな。
ケルベロスもありやな。ケルベロスありちゃうか、これ。ケルベロスで耳で、だって10点は飛んでこないやろ。これ、死の祝福貼るよりちょっとケルベロスの方を取るわ、俺。もったいねえもん、だって6、1に対して、なんか4、5で突っ込まなきゃいけないから、これ。あれ、なんか相手がなんか、ナウローディング出たけど。え?あらら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 。マッチングしました。さあ、ビショップ。さあ、このビショップはさすがにネクジに勝たなきゃダメだぞ、これ。さらにさらにテンポの遅くなったね、ネクロマンサーに対してね、ビショップで勝てないようでは、はっきり言って終わりなんで、お、この対戦結構見物だな。こっちもほぼ理想手札でしょ?あと1コス、うこれ、どうすんのこれ。お、せーの願い。しっかりと、ハンドは補充してきそうだ。先場も抜いた。さあ、箱の勝負ですね。ねえ、これ。展開の中堅とか、お前弱えぞ、それ。クソ弱えぞ、そのムーブ。全部顔面いきます。これ、結局これ4体目ほら、教師。出しちゃってんだけどっていう。あーで ?1、2取るかなさすがに。ああ、そうだよ。ちょっと待てよ。これじっくり考えた方がいいかもな。ゾンパっていうのもありか。ゾンパ2、3。で、1、1で1、2、1。これどうする?なんかそっちの方がいい気がする。次、ハゲが。次、まあ、鉄戦僧侶が来ると仮定して、盤面に俺は22と11、あと、まあ、リリルとか出せば。これその方がいい。ただ、その方がいいやと。うん。なんだリリル。出していいよね、これ。もうハゲで22と22取るとし、まあ、OK。うん、下手になんかグリームリルとかが残っちゃうよりかは、除去を急いでよかったんじゃねえのかなと。あ、蹴る。これも悩ましいけど、次のエンシェントレオスピリットのことを、ケアしていくんやったら、多分、骨の気候子の方がええよな、これ。あんで、まあ、ちょっと、ソウルコンパニオン使っとくか。うわ。これもう一気に進化で顔面いくわ。消されて、まあ、でも盤面に一応11が残る。うん、盤面11残る。なるほどね。まあ、相手も無駄のないムーブはしてきている。死の祝福を引いていく。祝福の方がええかな。いや。ここ、ケルちゃんだな。ケルベロスで行くわ。で、もう一気に顔面詰めましょう。間違えた。こっちじゃなくて、こっちやな。こっちから。顔をばっこり詰めよう。うん。もうなんか消滅とか恐れずに、もう行けばいい、こうやって。そのデッキ。あ、フロッククレリック。いいカード入ってないで。展開の中堅、愛っすね。ここ、忌むべき悪魔の像がおったら、なんか効果発動してる盤面やったな。進化カードになるっていう。なるほどね。ちょっとこれ苦しいっすね。これはちょっと俺も盤面少し意識すべきだったかもしれない。ただ、
もちろんこっちのヘクターっていうあの、キチガイカードがあるんで、あ、オルトロス引いた。あ、このオルトロスすげえ強えな、これ。出すわ、とりあえず。なんかいいとこ当たれ。一番当たっていらんところに当たっていく。リーパー出すか。したらリーパー出して4-3はこう取って、ちょっと4-2もさすがにあれ、もしできねえとこれ、こうだな。まあもうドメだとヘクター引ければもう、ええやろ。ヘクターさえ引ければ勝ちや。有利効果、そして3-3になっていく。お、ってことはもしかして、あ、シンマ裁判所。さすがにきついか。気高き距離で、おー、そこ進めるとね、フォロワー出せない状態にする。まあ、死の祝福と、コンジュラスかね。まあ、テミスで返されるんだろうけど、まあ、それを怖がってても知らないんで。テミス、守ってるよな。で、ニコス、あー、強い。8点どう削る、これ。リーパーか。まあもう出すしかないな、これ。うわえぐい。えぐい。ヘクター、いけない。いけないぞ。僕に逆らうつもりなの？苦罰の審判者。そろそろきついか。うわ。それでも、それでも、ヘクターなら何とかしてくれる。引けない。さすがに勝てねえか。待て、ちょっと俺のプレイングにももしかしたら問題があったかもしれないですけど、ちょっとこの試合はきつかったな。マッチングしました。よろしくお願いします。バンプ、でもまたバンプかよ。なんかバンプめっちゃ多くね？なんか。バンプクソ多いでについて。うわ、これね、ちょっとニコスもう引ける前提でいくわ、俺。ブリームリル、これでいく。もうニコス絶対引くと。ああ。まあ冷静に考えて、骨の貴公子が3コスっておかしいもんな。だって、バニーフォロワーが1枚いる時点で、その時点でもうすでにもう3-3相当やから、スタッツ。って考えたら確か4コスが妥当や。4コスで場にフォロワーが2枚いて、パッと出して4-4相当。まあ、それでも全然、もう、平均スタッツ超えてるスペックやから。やっぱ骨の聞こえは強かった。どう考えても。考えるまでもなく。ライト君、やべ、取れねえし。コグリムで、終了。と悩んでんの相手は。まあ、まあ序盤はもう盤面取る感じでいくわ。血の取引。ベルフェゴロ引けてねえんだな、相手な。風が俺を呼んでいる。んで？ニコスなんかあるやろ。先決の口づけ、なんかめちゃめちゃ、取ってくるやん、盤面。ボンキマとスカルビースでいきます。ちょっと待ってな。それまあ、なんかバフォメット来ても困るし、こっちができます。
なんか別に骨の機構紙4個数になったからつって、そのなんか何やろだおなんかデメリットみたいな特に感じねえんだけど。それさえうわレディングビールスきた。これ2点食らっちゃうんだよね。ハコンの少女を引いてしまう。そうっすね。ハコン、ハコンやな。で、ハコンの少女進化からの、こう、私はまだ例えばまあ3コスやったらここでも出せたんやな。ここで出せるのが一番強いかも。でもここって別にシャドウリーパーでいいし。はい。うわ、どうすんの取れますこれ。てかシャドウリーパー、結局リーパークソ強えわ。いいことしましょう。サキュバス復讐の悪魔、へえ、ベルフェゴールが引けないなあって多分な。でまあ多分4143以下多いのかな。はいはいはい。いやでもこんなんリーパーさん大喜びですよ。あーもう何でもできるわ、何でもできるけど、まあ、せっかくなんでここはもう骨の機構紙ですかね。こう言って、こう言って。かわいそうになってくんだけど、これ相手が。いや、もう無理やろ。これ別にだって復讐に刺してさ、目視撃たれても、ヘクターで返せるからええんちゃう？ああ。という感じで、まぁちょっといろいろ潜ってみた結果、確かにビショップ相手には、理想的な手札、ね、ムーブね、できて、たにもかかわらず、しかも先行で、まあ、ちょっと負けちゃったけど、それ以外おおむね勝てんのが、まあ、ちょっと今回バンプしかいなかったんで、まあ、今後まあドラゴンとかね、まあ、いろいろな相手を退治してってまた変わるってくるんやけど、なんかでもか使ってみた感じで、なんか全然、4コスの重みを感じる場面ってなかったっすね。はい。だからそれだけ結局今までネクロマンサーって、選択肢が豊富だったってことじゃないですか。うん。別に骨の機構紙じゃなくてもいいって場面いっぱいあったわけよ。という感じで、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。